4人の首長の皆さんとのパネルディスカッションを行いたいと思います。改めてご紹介いたしますが、榎本富岡翔さん、それから、はい、すみません、原下仁田町長さん、それから長谷川南木村長さん、それから茂原神田町長さんです。よろしくお願いいたします。フォーラム地域によってですね、首長がお一人のところと5、6人のところともあって、なかなかちょっとこれだけいるとあんまりゆっくりお話しししていただく時間がなくて大変申し訳ないと思うんですが、なんとか普通30分のところ50分55分ぐらい取りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまずですね、そんな状況もあるので、まず、4人の首長の皆さんから、そうですね、一番最初このそれぞれの地域の未来像についてお話をしていただければというふうに思います。それではまず地域の目指す方未来像について、まあ大体1人5分程度でお話を伺えればと思います。富岡榎本市長さんからお願いします。はい、皆さんこんにちは、富岡市長の榎本でございます。よろしくお願いいたします。私は1期目の当選した時からですね、住みたい町ナンバーワン富岡の実現ということを掲げさせていただいて、今日まで歩んできております。2期目スタートするにあたってですね、未来へ向けて6つの大きな方針というものを掲げさせていただきました。まずは1点目はですね、暮らしやすい健康な町づくり、現在保健子育て健康づくりの拠点となる子育て健康プラザを整備の方を進めさせていただいておりますけれども、高齢者支援の充実とともにですね、高齢者支援の充実や健康寿命の延伸に積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。2点目はですね、地域経済の活性化であります。地元企業への徹底的な支援と企業誘致、そして工業団地のですね、継続的な開発など雇用対策を含め事業者支援を行ってまいりたいと考えています。またこの富岡製糸場や妙義山を生かしたですね、マイクロツーリズムの推進、そして妙義ふるさと美術館のリニューアル、また交流人口のですね、活性化と観光振興に取り組んでまいりたいというふうに考えております。3点目といたしましては、安心で充実した生活環境の整備であります。安全な空間、生活空間の創出、また各公民館ごとに設置をいたしました円卓会議による地域づくりの推進、それから公園やスポーツ施設の拡充、また高校生のですね、入院無償化の実施と、上信電鉄の通学定期券のですね、購入補助等による子育て支援を充実させてまいりたいというふうに考えております。で、4点目はですね、先ほどもありましたけれども学校教育の充実でございます。本市では外国人教師による特色ある英語教育や ICT を活用した学びの実現など、本市でしか受けられない教育を創出をいたしております。また小中学校の適正規模適正配置についてはですね、これ地域のさまざまなご意見がありますので、こういったご意見に耳を傾けながら進めてまいりたいというふうに考えております。で、5点目はですね、 SDGs の推進であります。脱炭素へ向けた事業支援や誰一人取り残さない社会の実現と SDGs のですね、達成に向けた施策を積極的に推進してまいりたいと思います。で、6点目はデジタル化の推進であります。LINE を活用した iTAC のですね、予約サービスの拡充、またオンライン申請の推進、スマホ教室のですね、開催等、デジタル技術を活用した暮らしをより便利にするためのデジタルトランスフォーメーションに取り組んでまいりてます。そして最後になりますけれども、この神楽富岡地域の一市二町一村ではですね、近隣市町村の生活機能の確保や魅力を向上させるため、令和3年の6月28日に定住自立権形成協定を締結しております。これまでも神楽富岡地域はですね、福祉や消防などさまざまな分野で連携をしてきておりますので、住民の日常生活のあらゆる面において密接な関係を築いてまいりました。この協定によりまして、子育てや ICT インフラ整備など新たな分野でも連携してですね、関係をさらに強化していくとともに、住民ニーズを的確に捉え、各種事業に
取り組んでまいりたいと考えております。本市は神楽富岡地域の定住実現を推進にあたりまして、中心市として地域全体の未来を見据え、全力でその役割を果たしてまいりたいというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございました。後でまた少し深掘りしていきたいと思いますが、それでは原下仁田町長いかがでしょうか。下仁田町長の原秀夫です。大変お世話になります。まずもっとですね、知事におかれましては、新たな群馬県総合計画、この作戦におきまして、現代社会を冷静に見据え、また交付論に至るまで細部にあたり同定を示されましたこと、心よりの敬意を表します。さらに、計画の策定段階から各地域とその思想哲学を共有するなど、新たな手法により非常にアグレッシブな行動をいただいていることと認識しております。今後の地域づくりを考えるとき、多種多様な方向性がありますが、私としては、基礎自治体の原点として、まず安心して生活ができる、そして下仁田に住んでよかったと思われる、誇れる地域づくりをこれまで以上に目指してまいります。この安心につきましては、新総合計画に掲げられた幸福論に近い形で概念であると認識しています。本日のテーマに即して、具体的に、述べます。まずですね、防災面での安心、そして生活面での安心、さらに教育面での安心と、この3つの安心と、そしてさらに、産業及び観光の活性化と、カーボンゼロ政策、これを町の目指す姿と、したいと思います。1点目の防災面での安心ですが、近年の気候変動に伴う集中豪雨や台風の大型化は実災害として大変な猛威を振るっております。現に下仁田町では令和元年10月ですが、群馬県でも記録に残る1日累計628ミリとこの記録がありました。そんな中、大変な床上浸水、また、町内断水など甚大な被害が発生いたしました。このように、自然災害リスクについてはですね、やはり、これは現実を受け止め、予想困難な部分もありますが、自治体としていかに想定し、いかに対応していくかという施策を講じていかなければならないと。また具体策は後に述べさせていただきます。次に生活面での安心ですが、少子高齢化、これはむしろある意味自然の摂理として捉えられる側面もありますが、それでも人口減少地域における問題はですね、集落維持への対応、また交通手段、そしてまた買い物困難者対策、これを進めていかなければならないと認識しております。続きまして、教育面での安心、これはですね、子どもたちが等しく学べる教育環境を、どうしても充実させていきたいと、このように考えております。続きまして、産業および観光の活性化につきましては、産業面ではやはり下仁田ネギ、こんにゃくに代表される地場産業の支援と、またさらなるブランド化を進めてまいりたいと思っています。また観光面では、地域にお住まいの方々が力強い経済基盤を構築し、豊かな住民生活が送れることができるような支援をしてまいりたいと思っています。さらに最後になりますが、カーボンニュートラル対策、これに関しましては、やはり個人個人が自らの問題と捉えて、また同時に行政といたしましても、行政といたしましてはですね、これに連動する林業活性化、これをそれとまた新たなエネルギー政策をともに計画的に進めていく視点が必要だと考えます。これら3つの安心が確保でき、また住民一人一人の不安や心配事がなく、
安心して住民生活が送れる町の将来像にしていきたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。後でちょっとまた具体策もお聞きできればと思います。それでは続けて、長谷川南牧村長いかがでしょうか。はい、南牧村長の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。地域の未来像ということで大変難しいテーマ、富岡関連の地域という広い範囲ではなかなか捕まえられないので、まあ、村レベルでお話をさせていただきます。目指す姿は県の計画と大きな違いはございません。幸福度や持続可能な社会形成と同様に捉えております。しかしながら近年本村を取り巻く状況は大きく変動しており、高齢化、人口減少、出生数の減少は危機的状況にございます。人口国庁で見ますと20年前の2000年でございますが3300名ほどだったものが2020年には1600名と半減しており、20年後も同様に800人程度になるのではないかなと想定をしております。このようなスピードで人口が減少しますと影響も大きく、現在思い描く将来像はその時代にマッチするのか、また実現可能なのかと不安が拭えません。描くところの将来像としては今よりも良い村となっているが大前提でございますが、具体的には合併はせず基礎的自治体としての役割をしっかりと果たせる村として20年後も50年後も100年後も存続していきたいと考えております。幸福度については物心両面ございますが、高齢者が多いため労働人口の割合は低く、県と同様に金銭や物というよりも精神的な豊かさを求めることになります。人口減少によりコミュニティの存続自体が厳しい中、村民からは話す相手がいなくなった、地域で皆が集まる機会が減ったなどの声を伺っております。歴史や文化を大切にし、人口が減少しても医療介護に不安がない住民同士が助け合い、決して一人ではない、そのような社会を想定をしております。また金銭的な豊かさは二の次といいましても、年金生活者が多いため負担を増やさない政策、公共的な料金は値上げはしないは継続してまいります。そのことにより生活に不安がない暮らしやすい状況を保ちたいと思っております。また環境に配慮したカーボンニュートラル、あるいはゼロカーボンを目指し実現したいと考えておりますが、具体的な政策や取り組みについては後ほど述べさせていただきますが、課題は多く、描く将来像実現は極めて厳しい道のりとなりますが、有効のあります富山県南砺市が発信する一流な田舎構想を手本としまして、ただ自然の豊かさや人口の少ないことをアピールするだけでなく、一流の田舎が実現され、今よりも良い将来が実現されていることを信じ、今できることを継続し、決して休まず行政を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。また後ほど少しご意見を伺いたいと思います。それでは茂原町長お願いいたします。はい、神奈川町の茂原です。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど、知事より県の総合計画の説明がございました。町もちょうど今年度第6次の総合計画を作りました。この総合計画は
外部委託に出すのではなく、自分たちの町は自分たちで作るんだという思いを職員が込めてくれて、職員が手作りで作りました。これがダイジェスト版なんですけども、このダイジェスト版の一番表にあります将来像といいますか、まあ、キャッチコピーといいますか、これやっぱり町は幸せホームタウンカンラ、これを大きな将来像としてこの計画を作りました。計画の中身をなんですけども、やっぱり一番はその住民の皆さんが安全安心に暮らせるその社会実現をしてやる、それともう一つは少子高齢化が進んでますので、人口減少社会への対応をしっかりしていくこと、それとやっぱりもう最後は地域の魅力を生かしたみんなで作る共創のまちづくり、この3本を大きな柱として作りました。やっぱり今南牧の村長も言いましたけれども、人口が非常にまあ心配なところでありますけれども、今現在国勢20年の国勢調査では12,491人、1万2000人ちょっとでありますけれども、いろんな予測ではもう2040年には9800人ぐらいになるだろうと言われています。まあ、その中でもですね、町は令和13年31年度の目標を1万1600人としました。やっぱり1万人を切らないで1万1600人ぐらいがですね、しっかりと町づくりを進めていく、このことが重要だろうということで目標の人口を定めました。それでやっぱり土地があるわけでありますけれども、その土地も一定程度このゾーンを決めながら、しっかりと開発をしながら、守るところを守りながら進めていく土地利用をしっかりしていこうという目標を立てました。それとその産業別なんですけれども、やっぱり農家数が非常にまあ減少しているわけでありますけれども、まあ、農家の人口560人ぐらいにということで、農家の後継者対策等もしっかりしながら、それとまあ商工業では従業員数をまあ約4000人ぐらいにする、まあ、そのようなことを確保しながら進めていければと思っております。農家の後継者対策でありますけれども、正直を言いますと、私も農家の後継者だったんですね。それでまあ農家の後継後を継がないで役場の職員になってしまいましたから、後継者不足の一翼をですね、自分もしてしまったかなというふうに思って、その本人が農家の後継者って言って、じゃあなんだよあんたはしなかったじゃないかと言われると非常につらいところなんですけども、まあ昔ながらの農家ですから畑も持ってますんで、できるだけまあ有給農地にならないように一生懸命しながら汗をかきながら、まあ、全部を作ってるわけじゃありません。作ってもらってるとか畑もいっぱいありますけども、残りは草畑にならないように頑張って今汗をかいているところであります。役場でも汗をかきながら一生懸命仕事をしています。以上です。はい、ありがとうございました。今4人の地域の首長の皆さんから、まあ、未来の姿についてですね、語っていただいたんですが、ここからもうちょっと少し具体的なことをお聞きしていきたいと思います。まず榎本市長さんにお聞きしたいんですけども、まあ、今日西沖前所で、こういうそのフォーラムをやらせていただいてですね、まあ、さっき2階からもちょっとこう全体を見せていただいて、市の担当者からの方からどんな計画かっていうのもお話を聞いたんですけども、まあ、最近特に150周年にらんでいろんなイベントがあって、まあ、総統市長も精力的にいろんなことをやっておられて、時々報道で見ては頑張っておられるなと思ってるんですが、まあ、この辺も含めてですね、まあ、さっきおっしゃったその、未来の姿を実現するために具体的に、どんな形で取り組んでいくのかということについてお話をいただければというふうに思っています。7分ぐらいかけていただいていきます。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今市場の150周年の関係ありましたけれども、まあ、秋にさまざまなイベントを開催させていただく予定であります。まあ、しっかりとやっていきたいというふうに考えております。先ほどの6つのうちのですね、細かい点をですねちょっとお話をさせていただきたいなと思いますけれども、まず1点目の暮らしやすい健康のまちづくりでございますけれども、もみじ平の総合公園がございますけれども、こちらの東ゾーンにですね、遊具等の改修工事を今年度から令和6年度までの3カ年計画でですね、横富岡市民陸上競技場周辺の芝生広場にですね、子どもの年齢層に合わせた遊具や水遊びエリアなどを整備します。これは富岡未来会議という市民の皆さんに入っていただいてた会議でですね、その公園の遊具の充実という意見が出ましたので、それに合わせてですね対応させていただいた事業でございます。そして合わせて休憩施設の整備やトイレの改修等を行ってまいりたいというふうに考えております。
それからですね、高校生等の入院無償化や公共交通の定期券の購入費の補助は先ほど申しましたけれども、出産応援給付金の支給によりまして子育て世代の充実を図ってまいりたいというふうに思っております。また高齢者支援としてで高齢者支援としてはスマートフォン教室をですね開催をさせていただき、まあ、基本的な使い方や便利な機能というものを知ってもらいたいというふうに考えております。まあ、地区公民館で開催をしてまいります。また継続事業としてですね、生き生き健康教室というものを市内の58箇所ですかねで開催させていただいておりまして、脳トレ筋トレなどを組み合わせて身体機能の維持と向上を図り、まあ、引き続きですね健康づくりを支援してまいります。で、2点目の地域経済の活性化でありますけれども、今新規事業としてですね、女性活躍応援事業補助金を創設をさせていただきました。まあ、女性がですね安心して快適に働くことができるようにということで、中小企業が職場環境の改善のために改修工事を実施する場合に改修費の費用を一部補助をさせていただいております。まだまだ小さな町工場ではですね、男女共同のトイレを使っている会社等もありますので、まあ、そういった面でですね、今回この助成制度を作らさせていただきました。それから農業関係ではですね、新規就農者への支援策といたしまして、新規就農者育成総合対策事業補助金、また新規就農研修者住居支援事業補助金等によりですね、経営開始資金住居の一部を補助をいたします。どうしてもやっぱり最初稼ぎ出せる前に非常にお金がかかるものですから、ここら辺を手厚くですね補助をさせていただきたいというふうに考えております。それから、観光面では富岡製糸場、まあ、宮城さんを生かしたマイクロツーリズム推進でありますけれども、まあ、特に宮城エリア ではですね、宮城ふるさと美術館の改修を行います。ビジターセンター機能を持ったものに改修をしてまいります。そして宮城エリアの PR 動画を作成し、宮城エリアの魅力をですね、さらに力を入れて発信してまいりたいというふうに考えています。それから3点目の安心で充実した生活環境の整備でございますけれども、これは上州富岡駅のですね北地区の再整備の推進を行っていきたいというふうに考えております。緊急車両等が入れないような狭い道路の地域でございますので、まあこれを整備してですね、安全安心な生活基盤を整備してまいりたいというふうに考えております。それから地域づくりでは、まあ、公民館単位にですね円卓会議というものを作らさせていただきました。それからまた全地域でですね自主避難計画の策定を進めております。またスポーツ施設の充実として、もみじ平総合運動公園にですね、まあ、北ゾーンでありますけれども LED 照明付きの人工芝のテニスコート8面を整備をしてまいりたいというふうに考えております。それから中高瀬観音山遺跡のこれは適正な保存にですね取り組み、まあ、規模を縮小し歴史的価値を適切に保存し、貴重な財産としてですね後世に継承していくとともに、楽しみながら地域の歴史を学べる教育の場として整備を目指していきたいというふうに考えております。で、4点目の学校教育の充実でありますけれども、先ほど申し上げましたが富岡でしか受けられない教育の創出というものを行っております。英語教育の充実に力を入れておりまして、今年度から幼少期には英語や外国人人々に親しむ環境整備を進めてまいります。海外英語講師がですね保育施設等を訪問し、幼児期から外国人に触れ英語に親しみ、外国の方とのコミュニケーションなど楽しさの意識づけを行います。それから小学生中学生ではですね生きた英語に触れる機会というものを増大をさせていきます。指導体制の拡充としてファングリッシュリーダー事業を推進しております。このファングリッシュとは英語で楽しいという意味のファンと英語のイングリッシュを合わせた造語であります。海外の英語教師14人、またジェットプログラムの講師が6人、そしてこれは日本人の方で英語の能力の長けた方でありますけれども、外国語活動支援員の10人の合計30人のですねファングリッシュリーダーでの英語の学習の支援と授業以外での交流を図り、より英語を身近に感じる授業を進めてまいります。そして各学校にですねコミュニケーションの場として英語学習の拠点となるファングリッシュルームの整備を進め、
英語教育の充実に力を入れてまいります。それから5点目の SDGs の推進でありますけれども、2030年までの17の国際目標達成に向けた積極的な取り組みの推進、特に脱炭素への向けた事業支援、中心市街地などの持続可能なですね、社会資本整備、誰一人取り残さない社会の実現を行ってまいります。本市では富岡市 SDGs 推進本部を設置しですね、県内初の取り組みとして令和元年度にスタートした第2次富岡市総合計画中期基本計画と SDGs をですね、連動させております。さらなる行政サービスの向上を目指してまいりたいと思っております。令和5年度から始まる総合計画の後期基本計画にもですね、SDGs との連動を継続し、SDGs 達成に向けた施策を積極的に推進してまいりたいと考えております。それから最後に6点目のデジタル化の推進でありますけれども、先ほども申し上げましたが、LINE を活用したですね、iTAC の予約サービスの拡充などを挙げさせていただきます。令和3年の1月にスタートいたしました乗り合いタクシーの iTAC について大変多くの皆様にご利用いただいております。現在は電話とスマートフォンアプリでの予約となっておりますけれども、富岡市の LINE から予約できるようにすることでですね、電話予約での混雑の解消や利便性の向上につなげていきたいと考えております。その他にも行政サービスを受ける上でですね、スマートフォンを利用すると非常に便利になっておりますので、市といたしましては市役所に来庁しなくてもさまざまなサービスが受けられたり、24時間どこにいても申請をできたりなど、行政のですね、オンライン化を進めているところでございます。スマートフォンを持っていない方や、また持っていても使い方があまりわからない方も多いかと思います。こういった方々に向けてスマホ教室をですね、開催することで、スマホへの移行を進め、行政のオンライン化を推進してまいりたいと考えております。以上は6つの具体的な施策でございます。ありがとうございました。多分野にわたって非常に具体的なお話をいただきました。特に今日はこの世界遺産の敷地内でこうしたことをやらせていただいて、特にも観光面、この富岡最上の問題についてはしっかり県もですね、後押しをさせていただきたいと思っています。まだお聞きしたいこともあるんですけど、ちょっと時間の関係もあるので、次に行きたいと思いますが、それじゃあ原町長の方から、さっきいろいろ防災面での安心、生活面での安心なんかもありましたけど、特に町長は ICT 教育に非常に熱心にやっておられて、県内でも最先端だと思うんですが、そんなところも含めてですね、さっきおっしゃった未来像をどうやって実現していくか、具体的な取り組みについて少しお伺いできればと思います。どうぞ。それでは、順番通りといいますか、まず防災面ということで、安心、これを お話しします。下仁田町は非常にですね、東西に長く、非常に、偏った地域に、偏ったというか、人口密度も非常に厳しい状況ですけども、何しろ広い町で、環境が違うところに住んでいると、その面が非常にありまして、ちょっと今までの取り組みをお話ししますと、東の玄関口の、道の駅、ここに、防災交流ステーションを設置しました。これは地元の方ばかりでなく、国道利用者も避難場所としても使えると。そしてさらに、ずっと西の方へ向かいまして、元宿なんですけども、ここに、下仁田廃校になりました下仁田西中学校があったんですけど、これを解体しまして、ヘリポート、防災研修施設、そして、消防団詰め所、これを、一挙に返しまして、材木防災広場と、またこれも一つの大きな避難場所という形で設置いたしております。何しろ町が広い、そういった中でやはり災害時にはやはり情報の伝達が一番要かなと、情報インフラの問題だと思います。で、数年前よりまた防犯カメラも町にだいぶつけておりまして、これが相当な形で防犯にも役立つと、そういう形にもなってます。ですからこれをさらに、防犯カメラも性能がますます上がるでしょうから、これをさらに拡大し、また、情報監視装置を、しっかりつけて、いち早い、
町民に伝える、これが防災の安心かなというふうに思っています。続きまして生活の安心ですけれども、やはりまたこの町も下板町本当に広いので、まあ集落の問題があります。集落ということになりますと非常に買い物が非常に大変と、そういった面でこれもやはりですね、今下板町町内では結構商店がしっかりしてまして、宅配もしっかりできてるんですけども、やはりずっと離れて行きますと、これをなんとか、まあ、やはりデジタルを使いまして、うまい形で、宅配してもらうと、それも、町が、まあ、応援して形が構築できていれば安心して生活できるかなと思っています。3点目の、まあ、教育の安心、これは、やはり、ICT 教育、私が町長になりましたから、まあ、本当に知事に言わせれば、まあ、ワイズスペンディングかなと思ってますけども、これを本当に充実させまして、小中学生、1人1台タブレットを持った、まあ、持つだけではダメで、やはりでもその性能をだんだんうまく活かしてきていると、まあ、そういった中、たまたまコロナ禍では、一斉休校だったんですけど、毎日全員が先生と話ができる、また授業ができたと、まあ、こうそうしたかなと思ってます。まあ、これからデジタル化も さらにまだ進む、まあ、5G から 6G に向かうと、そういう中でこれをもっともっと充実させて、そして田舎にいても都会の情報、またどんな勉強でもできると、そういう形にしていければ安心かなと。で今また下板町ではネギとこんにゃく下板奨学金、これをやはり私が6年前からこれを設定いたしまして、まあ在学中は利子補給、それを行ってます。それで帰ってくると全部全額町で負担すると、そういう形でだいぶ成果が出ております。まあ、そういった意味で、やはり一生懸命頑張っていただくと、それでまた町に帰ってきて頑張ってもらうと、まあ、そういう方向が抜けていけばいいかなと思っています。そしてまた、産業、そして観光、これもですね、まあ、産業先ほど言ったようにネギとこんにゃく、状況いろいろ厳しいものがありますけれども、でもこれもやはり、6次産品化ですかね、それを目標にして、そして、まあ、その辺を町もお手伝いしながら、進んでいければまた形が取れていくんではないかなと思っています。でもちろんこれから観光ですけれども、また観光、大きな観光地はないんですけども、まあ、先ほど言ったようにちょうど東側に道の駅、そして西側に 最西端なんですけど神津牧場、世界遺産荒船風穴があると、まあ、この辺を力を入れましてですね、そしてまた民間譲渡しました、荒船湯、これも今非常な民間企業なんですけど頑張っていただいて、まあ、またグランピングをしていこうという形になっております。まあ、そういった意味で、まあ、力を入れていけばと思います。で最後にカーボンゼロ対策なんですけども、まあ、カーボンゼロといえばまさに林業、この活性化こそが、カーボンゼロに一番早い、効果的な方法なのかなと思い、対策として今これから進めたいと思います。何しろ林業は今まで輸入材の影響で大変疲弊してまして、そこへ一昨年の、アメリカの住宅景気に端を発しましたウッドショックが起こったと、まあ、そういうことなんですけども、まあ、いきなり増産といってもやはり体制がすぐ取れるものではありません。
これはやはり根本から抜本的に考え直しながら、また増産体制、そして新たな工法であります CLT 工法、これはまあ国との連携になると思いますけれども、これらを進めることによって成果が出てくるんではないかと。そしてまたカーボンゼロ対策の中で町がですね、民間数年前民間譲渡しました東海ガス株式会社、これ今町のガスを運営してもらってますけども、まあそこからカーボンニュートラルガスという、これを提携ということになりました。まあこういったこともいろいろ含めて、まあいろんなエネルギー問題も含めてカーボンゼロ対策も打っていきたいと、まあそのような形で、まあ雑白ですけれども、ざっとこんな方向で進めていければなと思ってます。はい、ありがとうございます。林業は私も大変注目をしてまして、これ稼げる産業にできると思ってるんで、またいろんなお知恵もいただきながら、力を合わせていければと思います。いろいろお聞きしたいこともあるんですけど、ちょっと時間の関係はありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございました。ICT 教育も引き続き注目していきたいと思います。それで長谷川村長、いかがでしょうか。先ほどおっしゃったいろんなイメージをどうやって実現していくのか、少し具体的な取り組みについてコメントいただければと思います。はい、未来を実現するために、まず人口出生数の減少対策ですが、 U ターンを含む移住対策が中心となります。子育て支援を充実しても、この産出水明を謳っているだけではご飯は食べていけません。働き場の創出が欠かせない状況でございますが、村内には地場産業といえるようなものもなくなってしまい、村内の労働力を吸収できるだけの企業もございません。企業参入もなかなか見込めないというような段階でございますが、労働力確保のため、村内の有志によりまして NPO 法人が設立され、行政と連携し、現在では役場職員を超える法人として成長を続けています。2年前には2つ目の NPO 法人が設立され、また移住者による企業も出現をしているところでございます。今後もこれらと共同して働き場の確保に努めていきたいと思います。次に幸福の実感という面では、コミュニティの崩壊、消滅を防ぎ、精神的な豊かさを享受していただくため、15行政区あるんですが、その行政区に集落支援員を配置し、地域と行政が連携し合い、要望や課題の解決を図ってい、こうとして取り組んでおります。1行政区45万円これを自由にお使いいただけるような事業となっております。また一般的な健診事業に加え、5年ほど前からフレイル健診を実施しております。今後は訪問介護遠隔診療を充実していくため、村営診療所を開設することはマストと考えております。次に環境対策ですが、持続可能な社会を実現するための SDGs、 すべての項目を短期間に実現することは不可能ですが、今年度から森林を整備することによりカーボンニュートラルを実現すべく、 J クレジットの認証を受け、それを実現するため行政を含む共同企業体のようなものを組織していく予定となっております。次に経済的な安心ですが、行政では一般的にかかる行政コストをサービスを受ける人数で負担することになりますが、急激な人口減少は行政改革だけでは追いつきません。そこで公共交通、水道、
CATV 等公共的な料金は決して値上げはしないんだということで、臨んでおります。これ以外にも小規模町村の特性を生かし、小規模だからこそできる行政サービスを創生し続けていきますので、どうか知事、県側も前例や経費の削減にとらわれず、新しい行政支援を自ら県側から創出続けていただけますようお願いをいたします。それが、先ほどの知事の説明にあるような県としてのイノベーション、そしてニューノーマルの実現につながるものと信じておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。南牧村の幸福度にはですね、大変注目をしております。またどこかで、村民の皆さんと膝詰めでできればと思うので、その時はよろしくお願いいたします。それでは、すいません、お待たせしました。最後になりましたが、しがら町長の方から先ほどのビジョンについて、どうやってこれを実現していくのか、その取り組みについて少しお話をいただければと思います。はい、わかりました。わかりましたけども、なかなか難しさがやっぱり行政の中では残ってるかなというのは事実であります。そんな中で安全な暮らしをということをみんなに言ってるわけですけども、もうやや3年目になりますか、コロナの対策をずっといろいろ一生懸命しながら来ました。そしてもう4回目のワクチンのような話も出てるわけでありますけども、それらに十分対応しながら、若い人のワクチンにも対応しながら、ワクチンが肝だとよく言われますので、その辺はこれからも進めていくことが必要だろうというふうに思っております。それとその経済対策なんですけども、3年になりますから、いろいろな取り組みをずっとしながら来たんですけども、観光業者に対する支援ですとか、町民の皆さんに対する支援ですとか、今回また地域振興券を交付してですね、町内の企業商店等々で使ってもらえるようなものを取り組もうということで今進めているところであります。なかなかこれといったものができませんけども、やっぱり町民の皆さんが安心して暮らせるためにはですね、町がやっぱりついててしっかりしてるから大丈夫だという思いをですね、町民の皆さんに伝えることが必要なんだろうなと思ってます。そんな中で、先ほど人口の話をしましたけども、人口がまが減少していくような状況の中で、私はやっぱり人口減少の一番の肝はですね、子育てだと思うんですね。子育て支援をしっかりすること、そのことによって人口が一定程度抑えられるんじゃないかな。でも今の子どもがすぐ大きくなってすぐ赤ちゃんを産むわけじゃありませんから、ちょっと長い目で見ることが必要だろうというふうに思ってます。そしてやっぱり大人がですね、子どもにしてやること、してやれることの一つはですね、子どもに寂しい思いをさせない、そのことのに尽きるんだというふうに思っています、私は。ですからそういう意味ではですね、子どもたちをしっかりとこれからも支えていく、例えば今年から始めましたけども、学校給食の無料化、そして高校生までの入院退院も含めた医療費の無料化ですとか、少しでも子育てがしやすいような取り組みを今進めているところであります。そのことによって人口減に多少なりとも対応していければなというふうに思っております。そしてやっぱり地域の魅力はいろんなものがあるわけですけども、県にも大変お世話になりまして、来年の春3月にはですね、神田パーキングにスマートインターがいよいよ開通をするところにまでなりました。それが開通することによって地域に大きなインパクトといいますかね、大きな力を与えてくれるんじゃないかなって期待をしています。企業誘致をはじめ、いわゆる働く場所を確保することが少しでもできればですね、みんなが安心して、暮らせるにつながるんじゃないかなと思っています。それともう一つ最後に、その人を呼び込むということはやっぱり観光がですね、手っ取り早いかなというふうに思ってますけども、観光客、それに付随するような多くの人たちが町内に来てもらう、そのことの一番はですね、やっぱり先ほど定住自立権の話がありましたけども、今神田富岡では広域市町村圏振興整備組合っていうのがあります。そこでは消防と救急と看護学校をやってるわけですけども、そこがもう少しですね、その観光に対して力を入れて、そしてそれぞれの町村がみんないろんな宝を持ってるわけですから、その宝をみんなで磨き合って、一番は富岡の製糸場があるわけです。ここがあるわけですから、これが世界遺産ですから、ここへ人が来る、それをうまくその神田富岡に分散しながら回ってもらう。今道の駅で
パンフレット今作ってるところなんですけども、道の駅神楽から始まる三大パーク巡りっていうのを考えてますけども、やはりサファリパークとこんにゃくパークと明太パークをそのぐるぐるっと回るような、ここから始まる三大パーク巡りというようなキャッチコピーでやってますけども、まあそういうものに合わせてですね、下仁田の方、南北の方、富岡の方とも一緒になってやれる広域市町村圏振興整備組合がもう少しその力を与えていただけるような、例えば県からこういう専門官がいると、こういう人が例えば1年行って、神楽と富岡の観光にちょっと活力を与えてやるぞというような人を派遣してもらうとかですね、まあ、そういうなんかいろいろなお知恵をいただければ、もっともっとこの地域が開けていくんじゃないかな、そして多くの人が来てくれるんじゃないかなというふうに常々思ってますので、知事もよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。今各4人の組長の皆さんから、それぞれが掲げる、未来構想をどうやって実現していくのかということについて相当具体的なお話を伺いました。ちょっと人数も4人おられるということで、やはりバランスを取らなきゃいけないということで、なかなか朝生のようなやり取りができなくて申し訳なかったんですが、今日改めて4人の方のお話を聞いてとても勉強になりました。やはりこうそれぞれやはり当たり前ですけども、リーダーとしての矜持っていいますか、信念も終わりだし、また具体的な戦略もあるということで大変心強く思いました。まあ立場は違いますけども、まあ、同じ選挙で選ばれた首長という点では、まあ、対等だと思ってますので、いろんな形でまた連携しながら地域と群馬県を盛り上げていければと思います。あと2分ぐらいなんで、ちょっとだけ皆さんからお話になったことについて少し最後に知事としてコメントをさせていただきたいと思います。神奈町長から新型コロナ感染症対応経済対策ってありましたが、これはですね、皆さん今第6波かが収まりつつあるということなんですけども、なかなか油断はできないと思ってますが、日本は特に諸外国に比べてもなぜか第7波が来ないということで、このまま一旦落ち着きそうな感覚も、理由はよく分かりませんがあるもんですから、その中で実は警戒度を1に下げました。関東で実は警戒度1って群馬県だけなんですが、これからやっぱり経済を回していかなきゃいけないというふうに思っておりまして、そのためにも今日皆さんにこうして協力をいただきましたし、今日はちょっと皆さんに近いということでマスクをしたままお話をさせていただきましたが、すごい基本的なぜひ感染症対策には引き続き、ご協力をいただきたいと思いますし、やはりこの4人の首長の皆さんともしっかり連携をしていきたいというふうに思います。もう二度とできるだけですね、もう地域の経済の活動を制限するような措置は取りたくないというのが知事の本音でございますので、皆さんと協力してそれを実現できればと思います。それから特に下仁田町長の方から防災のお話がありましたけれども、これは防災はですね、市長さんとそれから3人の町村長としっかり協力をしていかなきゃいけないと思うんですけども、やはりね、東京の企業もあってて、特に外資系の企業なんかそうなんですが、実はね、水害のリスクっていうのを結構みんな気にしてるんです。今日最初に冒頭に申し上げた通り、やはりね、災害対策がきちっとなってるっていうのは企業にとってはものすごく大事なことなので、まあ、群馬県も実は最先端の避難計画を作ってるんで、こういうことについても、さっき市長さんの方からありましたが、やはり4人の皆さんが非常にうまく連携をされて、コロナの時も対応されているので、うまく広域でもそうなんですけども、しっかりそこはですね、防災についても特に避難については、よく協力をさせていただきたいなと思ってます。それからさっきちょっと移住の話をしましたけども、やはりランキング5位まで行ったっていうのは相当のことなので、16位からこれやっぱりね、3位ぐらいになるとまたね、評判が立つんです。群馬県どうしちゃったんだみたいな感じで、最近例のですね、 e スポーツも e スポーツ化っていうのを全国で初めて作っていろんな大会やってたら、他の県のテレビ局が取り上げたりして、群馬県どうなってるんだみたいになってるんで、ぜひですね、この移住戦略しっかりやっていきたいと思いますし、南北はとっても人気が出る可能性があるんじゃないかというふうに思っています。それから最後、デジタル化、各皆さんからありました、まあ、特に下仁田が力を入れてるんですけども、このデジタル化もですね、よくこの広域の4人のリーダーの皆さんとしっかり力を合わせて進めていきたいと思います。群馬県ほとんど最下位に近かったんですけども、今の段階でも相当上の方まで、一応クロートの人たちの評価では来てるので、やっぱりデジタル化もなかなか大変ですけども、2年でなんとか5本の指に入るぐらいのところまでは持っていきたいというふうに思いますので、これについてもですね、4人の首長の皆さんとしっかり力を合わせていければというふうに思っています。すいません、なかなかもうお一人ずつと1時間以上やってもいいぐらいの本当は中身なんですが、
そんなことで今日はありがとうございました。皆さん4人の、市長さん、それから町村長さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。